はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はクラロワの動画撮ろうと思いますということでね、まあね、ちょっとね、今回はまだ宝箱ね、開けきってないので、続きをやっていくというよりはね、実はね、ちょっとこっちのね、ショップの方で、ウルトラレア宝箱っていうのがね、500、なんつうんだろう、500エメラルドで来てるので、ちょっと今回ね、これを開けてみようかなという動画ですね。まあ、今のところね、無課金というか、何もね、買わずに遊んでいるところなんですが、まあ、エメラルドね、636個溜まってるので、これちょっとウルトラレア宝箱開けてみてもいいかなという、ことでね、アリーナ10ウルトラレア宝箱ということで、ウルトラレアが1枚入ってますよという形みたいですね。あ、これちょっと受け取っとこう。肉か、外したばっかりだからね、ちょっとそこは何とも言えないけど。そうね、ウルトラレアじゃない、なんて言うんだっけ、エメラルドのね、使いどころっていうのがちょっと、まあ、悩ましいところではあるんだけど、このね、500でウルトラレア1枚ってやつは変えてみてもいいかなというね、感じで思ったので、まあちょっと、回してみようかなっていうね。今ね、ウルトラレア俺プリンセスしか持ってないので、おそらくね、アリーナ10ウルトラレア宝箱っていうのの中に、多分こっちの、まだね、ゲットできてない、まあ、2、4、6、7枚かな ?7 枚のうちの何か、まあ、プリンセスが被る可能性もあるんだけど、まあ、だからプリンセス込みで8枚のうちの何かが出ると思うので、ちょっと引いてみようかなっていうね、感じですね。でね、このメガナイトとかね、結構強いよなと思っていて、まあでも、ペッカとちょっと役割かぶり気味かもしんないけど、出たら使ってみたい候補ではある。かな。まあでも、どうだろう。ペッカせっかくレベル10まで育てたから、ペッカの方使いたい気もするからね。ペッカとメガナイト両方採用するっていうのも、じゃあどれ外すんだいっていう話になるから、まあなかなか難しいのかもしれないけどね。まあそもそもね、まだ出るとは限らないからね。他のが出る可能性も全然あって。まあこのね、インフェルノドラゴンとかもちょっと気になるところかなとかね。そうね。まあ他も、こいつはなんだかよくわかんないけどね。ホグライダーのちょっと違うバージョンっていう感じみたいだから。まあこれはこれでありかなとかね。まあ何にしてもね、ちょっと開けてみようかなと思います。ということでね、じゃあちょっと聞いてみますか。アリーナレベルを問わず、あ、アリーナレベルを問わずウルトラレアカードが入っていますって書いてある。あれってことは、この7枚に限らず、こっちのね、アリーナ11とかで出てくるよって書いてあるやつも出るのか。はあ、だとすると結構いろいろ、なものが入ってるんだね、きっと。あ、なるほど。それはなおさらちょっと引いてみたくなったかな。はい、じゃあ、ちょっと引いてみましょう。いきます。さあ、何が来る?あメガナイトの話してたらメガナイト来たわ。なるほど。はい。というわけでね、メガナイトをゲットしたんですが、どうしよう。ここに入れるとしたらどうする?ペッカとチェンジになるのかな?コスト的にはね、7コストだし、ペッカとチェンジかなという気はしますが、この範囲ダメージ、ジャンプ、召喚ダメージ、そうだね、出した瞬間にもダメージを与えて、で、ジャンプすると範囲攻撃なんだよね。1000ヒゲパワーに相当するエネルギーで着地し、敵を次々と踏みつけてはジャンプして、周囲に大ダメージを与えます。危ないので離れていましょうということでね、このメガナイトはね、マジで敵で出てきた時強いから、使いたい気はするんだけど、ペッカとチェンジこれ。どうだろうな。チェンジするか、もしくはうーん
ちょっと悩むな。バルキリーとチェンジしてみるのもありな気はするんだけど、ただコスト重いよな、7コスト2体は。どうしようかな、ちょっと、仮にね、どこ行った？あれ、いなくなっちゃった。あれ？ちょっと待って。まあ、ちょっと隣で新しく作るとしたら、まあ、ファイヤーボールは入れといてもいいか。いた。メガナイトを使いましょうと。メガナイトと一緒に、まあ、ベビドラはね、レベル11のスーパーレアということで使いたいかなと。そうだなぁ。まあ、ザップは、あると便利なザップ入れておくとして、あとはなんだ？破壊石欲しいかな？破壊石はね、ちょっと、建物攻撃するやつをね、ターゲットを取るのに使いたいかなということでね、破壊石入れましょう。破壊石は、あった。使う。そうねー。メガナイト、ちょっと待って、メガナイトで今まで戦ってね、メガナイト使ってた人たちはどんな感じで使ってたんだろう。あ、こういうやつだよね。プリンセス、フキアゴブリン、バルキリー、ミニペッカか。あ、呪文が入ってないんだ。へー。なるほど。あとは、あ、ここもメガナイト使ってるね。あー、なるほど。あ、でもこれは勝ってるからな。ちょっと、あれなんだよな。勝ってるとこじゃなくて、俺が負けてるメガナイト使ってる人のやつをちょっと真似てみるか、みたいな。ことで言うなら、メガナイト、メガナイト。これも負けてるね。メガナイト、ザップ、ミニペッカ、あ、ラムライダーだっけ？それ持ってないわ。あー、これはじゃあちょっと真似できない。代わりにホグライダー入れたりしてもいいのかな？そうだなー。あとは、あれ？ここまでしか見れないか。どうしようかな。そっか。まあでもメガナイトとプリンセス合わせて使ってるのか。で、ミニペッカか。なるほど。ミニペッカね。でもミニペッカはね、途中で使うのやめちゃったんだよな、俺は。ちょっと待って、プリンセスは使ってみよう。まあ、レベル9に上げれるけど。どうしようかな。まあ、バルキリー、使うとして。これでペッカ入れたら、工場バーバリアンのところに入れた感じになるか。それは、どうだろうな。でも、ペッカね、結構ちょっと使いたい気がするんだけど。ただな、重いか、これ。どうだろう。4.3 コスト。そうだな。これあれか、こっちのが、見栄えいいか。並べ方にこだわる意味はないけど。ちょっとでも重いか、こっちと比べて。3.9、4.3。
ちょっと一回これで戦ってみよっか。いや、本当はね、ウルトラレアの宝箱開けて、今回はね、ちょっと終わりにするつもりだったんだけど、一回だけ戦ってみよう。さあ、まずは、おっと、ペッカ12が来た。やべえ。なんでよりによってこんな時にそんなごっついの来るの。さあ、ペッカ12。ペッカ12はね、ペッカで迎え撃つしかないか。ペッカ12はペッカで迎え撃つ。そしてプリンセスも添える。ちょっと遅いな。さあ、これはちょっとやられてる。まずいな。バルキリーで取りましょうか。かなり食らってしまった。さあ、ミニペッカは、破壊石で引き寄せて取っていきましょう。危ない。さあ、ただここからね、ちょっとペッカとメガナイトが重すぎんかという話だよな。ペッカとメガナイト両方使いっていうのがちょっと重すぎないかという話なんだが、まあでもハマれば強いと思うけどね。さあ、これちょっとペッカで殴り倒しておきましょう。そして後ろからバルキリー出して、まあペッカバルキリー、あー、それはちょっと困る。あ、オッケー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 、逆転した。さあ、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、向こう落としてくる。さあ、これ困ったぞ。ちょっと待ってくれ。ペッカの火力がやべえから、あーっと、これも困る。まずい。あー、つらい。これはちょっと厳しいね。落ちたな。っていうか、メガナイト使えよっていうね。使わないで終わるぞこれ。さあ、ちょっとね、ペッカミニペッカ、これ親子で来られると、ちょっとこれはダメだね。こなせてねえなーっていう感じしかしなかったけど、そもそも出せてないからね。やっぱりさすがにこれ両方はきついか。両方はきついか。重たいんだな、コスト的に。やっぱメガナイトと合わせるならミニペッカか。もしくは、そうだなぁ。3コスト4コストあたりの何かと入れ替えたいところだが、そうか。こっちか。こうしてみる？こんな感じ？まあちょっとペッカを離脱させちゃうのどうかなって気はするけど、メガナイトも使ってみたいので、ちょっとこれもう一回いこう。いや、なんとかね、ペッカとメガナイト両立できたら面白い気はするんだけど。よろしく返ししておきましょう。で、とりあえず墓出しますか。おっと、プリンセスプリンセス、これメガナイトじゃない？あー、ちょっと早い。使い慣れてないところが出たね。ちょっと今のはひどいな。
まあまあまあ、初召喚だからね、こういうこともあるっていう、そういう話ですね。さあ、あーちょっとバルキリー無駄出ししてしまった。さあ、そしてエリートバーバリアンが来る。墓で引き寄せる、墓で引き寄せてるけど、ちょっと倒しきれない。強い、やっぱエリートバーバリアンが強い。あ、でもバルキリーが無駄に強い。なんだそれ。バルキリーやっぱ強いよな、これ。なんか知らんけど、こんなに強くていいのバルキリーって。あー、でもちょっと待って、間に合わないけど出す。そうか。さあ、ホグライダーは骨で取る。さあ、バイーンってして、おし、入ってる。プリンセスも打ち込む。さあ、これで多分ね、こっちも落とせると思うんだけど、相手もね2つ目落としてくるから。さあ、いやでもね、こっちはね確実に落とさなきゃいけないから、右から行くよ。あ、じゃない、左から行くよ。さあ、これに合わせてメガナイトで落ちる。でベビドラも添えて、ちょっと逆から骨出しとこうか。どうするこれ。あー、矢の雨か。あー、まずい。ちょっと待って、墓。さあ、ちょっと打ち消し合って何も残らなかったパターンか。まずい、まずい、いやとりあえず耐えたけど、あー、そうか、一本漏れてないからダメなんだ。しまった。そうだよ、一本落としてからだよ。2連敗する。あー、そうか、どうだろうな、うまく使えてないのかな。これさ、どうせウルトラレアのワイルドカードって1枚あってもさ、プリンセスの方はあげれないんだから、こっちあげちゃうか。でもあげたのに使わないってなるとちょっとあれなんだよね。どうしようかな。ちょっと難しいな。もう一回だけやってみるか。これちょっと負けたらやめとこう。さあ、とりあえず何もしてこないようならバルキリー出し、あー、しまった。そしてちょっと間の悪いタイミングで出てきてしまう。これちょっと良くないね。戦力分散するし、ダメージ受けるし。さあ、ちょっと吹き矢が嫌ですね。吹き矢が嫌だ。いやー、まあゴブリンは、あ、ゴブリンじゃない、バーバリアンは墓で吸い寄せる。でバルキリーがちょっと弓も、タワーのダメージも含めてやられてしまう。まあでもここはとりあえず待つか。あ、でも待ったところでちょっと溢れちゃうな。あー、スケルトン部隊出そう。はい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 、ショータイムはちょっとやだね。待った、そうか、メガナイトってちょっと出すタイミング難しいな。召喚した時にねダメージが入るから、相手が攻めてきたタイミングで出したいんだけど、ちょっとね、受け寄りなんだね。ペッカより明らかに受け寄りなんだね。だからちょっと出すタイミング難しいっていう感じがするかな。にゃーす。さあ、ベビドラだけ残る。ただ意外とダメージが入ってる。
と当てらんないかと思った。でもちょっと当たったのでよかったかな。これはまあタワーが攻撃して OK。 ちょっと1回ぐらいねメガナイト入れて勝ちたいからね。これちょっと真剣に勝ちに行こう。さあ、おっとファイアボール打ってきた。さあメガナイトをいいやここに出しちゃうか。でジャンプする。あ、そっか、ジャンプ、うーんとね、なるほど、メガナイト、いや難しいな。あー飛んだ。おー、バルキリーに当たる。よかった。ファイアボールなんか無駄打ちしたかと思った一瞬。さあうまく取る。さて、んー、そうか、よく考えたらタルトあれ両方入ってんのか今の。さあどうだどうだどうだ、これ勝てるか、勝てるんじゃないか。でもさあバイーンといって、ちょっとバル、あれだな、リザードだけ取りたい。ギリギリ耐えるんだよな俺の俺の攻撃ギリギリ耐えてくるんだよなやつは。まずい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 、ちょっと待ってやめて。いやー待て待て、3連敗だ。ちょっとメガナイト入れたデッキまだ難しい3200から落っこっちゃったじゃん。前回なんとかキープできてるねとか言ってたのに。そうか、いやちょっとレアリティ高いカード手に入れたところで使い慣れてないと難しいな。こっちのがこっちのが慣れてる分勝てるか。ちょうど一回あの元のデッキでさっきので終わりにするって言ったけどやろう。ちょうど3200に戻したい。しかしじゃあ何のためにさっきの宝箱開けたんだよっていう話だからね。これせっかく手に入れたメガナイトがうまく使えないと、まあ悲しいけれど一旦元のデッキに。おーっと相手メガナイト使ってくる。さあ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 、これが強いのよね。これが強いのよ。なんで俺はうまく使えないんだ。ちょっとこれ見直そうか。相手の動きが強い。さあちょっとファイアーボール、あー無駄打ち無駄打ちだけど一応タワーに入ったか。さあここは、ちょっと墓で釣る。あ釣れない、何やってんだひげせめてプリンセスをバルキリーで取ろう。さあそしてタワーに相当ダメージが入ってしまった。ラムライダー、あーこれちょっと待って、まずい、受けれるものがない。頼むよペッカさんお願いダメだ落ちる。さあちょっと小物に備えてベビドラ出して、まあ一応ザップも打つ。あーザップ打ったのおかしいな今の、よく考えたらそしてやられる。ちょっと待ってくれペッカちょっとダメっすねこれ。ファイアボール打ち込むしかないか、いやバルキリーのがいいか。バルキリーで、おし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 、オッケー、バルキリーが強いんだよな、毎回毎回思うのが。ラームライダー、さあ、やられたー、ちくしょうはしげー、ダメだ。いやー、イーベルのドラゴンもいる。これ、デッキ強くないか、今回。まずい、結局何もできない。だってこれどれも対処できないだろう本
何もかもうまくいかんだろこれじゃ。ダメだ。ぐえー。まずい、3200に戻すどころか離れていく。マジかー、ちょっと待ってよー。いやもうこうなったらなんかあれか、メガナイトをなんとか使える形を作りたいなー。さっきの、そうか、さっきのがメガナイト相手使ってきたやつだけど、あ、メガナイトとペッカ両方入ってる。いや、それでいけんのか。いや、ペッカ出てこなかったけど。メガナイト、バルキリー、まあ、ラムライダー持ってないから、ラムライダーのとこ代わりにホグライダーか？で、インフェルノドラゴン持ってないから代わりにベビドラかって。いや、それで代用効くのかよくわからんな。でも、これに近いものをちょっと作って試すか。待って、ペッ、ちょっと待った、もう一個作ろう。ちょっとね、さすがに動画長くなっちゃうから、これ試すのは多分次回になるんだけど、次回になるんだけど、作っとこう。ちょっと待って。メガナイトと、ペッカ両方入ってて、ネクロが入ってたんだよね。で、バルキリーも入ってた。もう一回確認。ちょっと忘れちゃう。そうだね。ネクロも入ってた、バルキリーも入ってたでしょ？で、ペッカとメガナイト。で、インドラ代用ベビドラ、プリンセスも入ってる。インドラ代用ベビドラ、プリンセスも入ってる。ラムライダーの代わりがさ、ホグライダーでいいのかどうかちょっとよくわかんないんだけど。あとの2枚は、あ、そうか、タルトラムライダーか。タルトラムライダーの代わりに、ちょっと工場バーバリアン、ラムライダーの代わり工場バーバリアンにするか。結局建物に突っ込むやつがあればってことだもんね。おそらく、意図としては。だから、そうだね、工場バーバリアンにしてみよう。工場バーバリアン、どこだいつも見失う。工場バーバリアンと、タル？あ、でもこれ呪文がないんだな。呪文がないから、ちょっとファイヤーボールにしてみるか。これでどう？ちょっと重たそうだけどね。こうか。なんとなくバルキリー真ん中のが。見栄えが良さそう。ちょっとじゃあ次回これ試してみようかな。と、まあ、あれですね、さっきやられた、メガナイトとペッカ両方入ってるやつ、もどきですね。俺はウルトラレア4枚もないので、これちょっと次回試してみましょう。で、メガナイトもね、せっかく引いたんだからやっぱ使いたいよねって思うと、レベル上げちゃいましょうか。はい。レベルを、12アップしましたと。いうことで、じゃあ次回ね、ちょっとこれを試してみたいかなと思います。ということでね、今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。よいしょー。